スタートしましまた13番タワーオブロンドンコースタートレスが一段徐々にばらけてまずは10番カイザー・メランジェが逃げていきましたリードを1馬身外11番アスター・ペガサス2番手につけていきますオレンジの帽子に塔が前。 2錦がいて7番の大名富士内は2番ペイシャ・フェリシタ3番手、4番手また2馬鯉差13番タワー・オブ・ロンドン5番手外、外今、先頭までは7番、8番残り800後ろから2投目1番のサフランハート最後方に9番、雪のアイオロスという隊列となっています。残り600 34秒3で前半の600を通過していきます先頭は10番カイザー・メランジェです、リードを一番進半2番手、11番のアスター・ペガサス4コーナーカーブ残り400その後ろ3番手、外目7番の大名富士内からは2番のペイシャ・フェリシタ外に回って13番タワー・オブ・ロンドン中段外直線に向かいます先頭10番、カイザー・メランジェ 残り200を切ってリードを煮まし2番手、一戦の中アスターペガサス7番、大名富士この外から13番タワーオブロンドンを追ってくるが伸びやし足うか逃げる逃げる10番カイザー・メランジェカイザー・メランジェ逃げ切ったゴールイン2番手、接戦11番アスター・ペガサス外、給水13番タワーオブロンドンこの2頭が23着争いです逃げ切りました10番カイザー・メランジェ重傷ここで初制覇